ソフィア様、ソフィア様、そうですか、聞こえないふりですか、そうやってまた私を困らせるつもりなんですか。ええ、そうですか。ごめん、私が悪かったよ。スローで息抜き、ならアリシアを呼んでも、他の専門を呼んでもダメだ。数で押し切ることも考えたけどやめておかないとね。ねえ、メリアに手紙を送りたいんだけど。ダメかな。私はパト様との接触を禁止されていると聞いていますので、メリア様との接触、文通は問題ないと思いますが。手紙でメリアの動揺を少しでも晴らすことができれば、私の暗殺を考え直してくれるかもしれない。フロー、誰でもいいから帝国に派遣を、すぐに手紙を届けて、できれば返事をもらって帰ってこさせてもらえる。わかりました。現在神聖エルフ族のソフィア様この役、ブルーがいますので。あらあらー、ソフィア様も寂しがり屋なのねー。安心して、私がいっぱいギューって抱きしめてあげるからー。ブルーも久しぶりだ。私を甘やかせてくれるけど、過剰すぎてフローとは別の意味でうざい子。さっさとソフィア様から離れなさい。大事な手紙なのですからなくさないでくださいよ。お任せを、私は必ずお役目を果たしてみせますよ。そうだ、ブルー、もし帝王信仰後の誰かから妨害を受けたら素直に戻ってきてね。戦う必要はないから。わかりました。その時を手紙はどういたしましょう。預かると言われたらお渡ししても大丈夫ですか。うん、そこまで重要でもないから。やっと言ったね。毎度無駄が多い子ですね、ブルーは。あら、メリアのところに行くまでの間、妨害は必ずあるだろうね。そこからどこまで帝王死にメルトリアが警戒してるか。届く確率は、10% かな。見られてる、しかもこの気配。兄弟ですね、神王の私ですらそう感じるということは、あのお方たちですかね。いやぁ、警戒してわざわざこんな偏僻な小惑星に泊まるなんてね。何、気にすることはない。たまたまここでのんびりしているだけさ。近くにアルメトやリュールもいるから何かをしているのはわかっているから便乗して仕事してます感は出しているけどね。いつもお勤めご苦労様です。私はソフィア様から大事な使命をいただいていますので、何かのご縁がありましたらぜひその時に。ご縁、そんなものはないよ。君とはね。君と縁を作る、それは普遍を愛する自分のポリシーに反する行為だ。自分は今のままでいい。もちろん君がされば自分の記憶から君のことは綺麗に忘れよう。やはり、帝王信仰後で一番無害とされるルトア様ならそう答えると思いましたよ。何が不変か、変化を拒むなら変化の要因を見定めてほしいわ。リュル、わざわざここまで飛んできたんだ。ご苦労なことだね。当然でしょう。明らかにこの神王は計画を揺るがすものを持っている。それを確認しないと守れるものも守れないわ。それくらい見逃したらいいのに、嫌がらせもほどほどにしなよ。言い逃れできる雰囲気でもないか、ソフィア様の指示通り、手紙を渡して判断を伺うしかないか。いいですよ、ご確認願います。1ヶ月のパト様とソフィア様の干渉禁止でここまで帝王信仰後が動いている、ただごとではないですね。暗号の形跡なし、内容も至って普通、能力の痕跡もなし、筆記への小細工も見えない、私の目で見ても何も違和感のない手紙です。もちろんです。それはソフィア様がご友人であるメリア様に宛てた微笑ましいお手紙ですから。パト様との接触は禁止でもメリア様との接触は問題ないですよね。帝王神様の指示の範囲にないのであれば警戒するものではないはずです。なるほど、糸が読めた。この手紙に小細工は必要ない。これはメリアの心を揺るがせるもの。警戒心なんて持つわけがない。これは気持ちを緩和させるためのものなのだから。メリアは身内にはとことん甘い。祖父を狙った策、ソフィアもここまで勘がいい子だとは知らなかったわね。これは預かるわ。一度持ち帰ってしっかりと調べたい。なんでですか、先ほど警戒に値しないと。それをこの場で判断するのは早計だと言っている。嫌がらせはやめろ、大人げない。リルルが今判断して問題ないならいいだろう。それとも即座に判断できないほどリルルの根は落ちぶれたのか。どういう真似だ、干渉しないのがルトアの方針ではないのか。間違いないね。だけど別に自分は母上や兄弟たちをひいきにしてないんだ。何事も自分の感性が一番だ。その視点で見るとこれはあまりにもやりすぎだ。罪を犯すかも程度の疑いで罰せられるなら全員死んで当然だと自分は考えるけどね。世界を守るというお母様の判断がわからないか、この落ちこぼれ。6位と8位なんて誤差だろう。ならリルルも十分落ちこぼれだね。何せ母の、守る、という意図しか理解できてないんだからさ。他にも意図があると？それは変化への恐怖さ。環境の変化は時に盤石な地位すらも揺るがす危険になりうる。普遍は現実の安楽浄土なんだよ。高い地位にすがる連中のね。高い地位の連中は革命や下克上を恐れている。圧倒的権力で変える変化を自分は許さない。これが帝王信仰補助列8位。ルトア様、自身のポリシーに反するならばたとえ帝王神相手でも
様が生まれる前、神聖エルフ族はルトア様の管轄だった。メリア様が無理やり強奪したけど。だから長年生きている者はルトア様にも敬意を向けている人も多い。今回もこうして異変を知ってきっと見守ってくれてたんだ。問題ないと帝王信仰補助列6位、リルル、メルトリアから証言は得ている。持っていくといい。ありがとうございます。何か起きた時、責任は取る覚悟はあるのでしょうね、ルトア。メリアにソフィア暗殺を命じたのはお母様なりの優しさよ、それを邪魔して。結果は何も変わりはしないさ、止めても止めなくても。リルルはメリアが悩んだ末に選んだ抹殺は救いだと言いたいんだろう。メリアの心情を落ち着かせ、最も最善の形でソフィアを葬る時間、それがパトとソフィアを干渉禁止にした1ヶ月の猶予の意味。メリアがどう動く、ソフィアがどう動く、そんなの興味がない。ただ必然的な変化を見届けるのは面白くない。だからソフィアの手紙を送らせた。あの手紙の内容は、ソフィアからメリアに会おうと約束をつける内容だったからね。精神的窮地に立たされたメリアがターゲットから優しくされ、心が揺らいだ時、自分はメリアが変化を選ぶと信じている。なぜなら自分はメリアが世界で一番大嫌いだからね。大嫌いだからこそ信じられる。嫌いだからこそ忖度なしで信じられる。メリアはソフィアを壊す、変を選ぶ度胸がメリアには一切ない。やっぱり、メリアが狂うことを知ってて誘導したのか、ルトアにとっての、変。自分自身が信じる変。それは私たちがパトとメリアの関係性を悪化させないように動いているリスクのない変化への怒り。もしかするとあの手紙はメリアを壊す最大級の毒薬だったかもしれない。帝王信仰補ルトアが帝王信仰補リルルを説得してくれた。はい、それはそれは。頼もしい限りです。あの方は立場は変わっていてもまだ神聖エルフ族を見捨てていないのですね。ミステルも何もしてきませんでしたからね。私は怠惰なあの方が嫌いですが。てっきり届かないと思ってたんだけど。メルトリア一族での私の暗殺に賛成派と反対派がいたってこと。それとも非情、企み、わからないな。それで、メリアからの手紙は。それがですね。手紙ではなく伝言を預かりました。伝言。身勝手な私をどうか一生許さないでください。以上です。何それ。ソフィア様メリア様が、部屋で首吊り自殺をしているところを。なんでそうなった、何を間違えた、何か。結構本気でメリアの心配してたのだけど、メリアに嫌われているなら仕方ない、女になって出直そう。そういえばソフィア言ってたのね。よかったよかった。罪もない子が裁かれるのは納得できなかったしね。次会ったら優しくしてあげないと。役割から離れてよかった。守れと言われたら守るけど、守らなくていいなら守りたくないし。疲れるし。メリアのパトへの過剰なほどの一途な思い、普遍を愛する自分からしても尊敬に値する。きっとその思いが母上をここまで動かしたのだろう。と言っても嫌いだから関わりたくはないけどな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。